大英大英グループの商業ブランドフーディアムレイ、5.0のフーディアム3件、ジャヤフーディアムとは株式会社大英が展開するコンビニエンスストアと食品スーパーマーケットを融合させた都市型食品スーパーマーケット。大英が主力であったゼネラルマーチャンダイズストアからスーパースーパーマーケットをはじめとした5つの業態に業態転換すると決定する以前から 都市集中化や少子高齢化などによる人口減少などの変化に対応するべく新たな新業態の研究を開始し、試験的に誕生させたのが都市型食品スーパーのフーディアムである。会長兼社長で創業者の中内の指揮下に置かれていた1992年に導入された会員制スーパーの高 S 以降、大英は新業種に本腰を入れず、実に13年振りとなる。 新業種の導入となった。1号店のフデアム三軒茶屋は、政府三軒茶屋店の店舗を改装して開業。実際は、業態転換ではなく新規出店をする予定であったが、立地選定の際に条件にあった物件が見つからなかったため、大英側としては当店を1号店ではなく、実験0号店と呼んでいる。その後もいい物件が見つからず事実上の、 一号店となったフディアム、タマセンターは3年後に誕生することとなる。タマセンターへの出店を皮切りに、首都圏に次々と出店、2011年の関西進出の際に、フーディアムの本格出店が決定した。コンビニと食品スーパーの機能を兼ね備えており、コンビニのフロアは24時間営業である。一人でも便利を基本コンセプトに掲げており、少数世帯のために、 惣菜や揚げ物等の昼食を多く取り揃えている。また、イオンの電子マネーであるアオンのほか楽天エディスイカアイコカピタパを一部の店舗で利用することが可能。店名のフーディアムはフードスタジアムの略。当初はフーディーズの使用を検討していたが、すでに商標を登録されていたためにフーディアムにした経緯がある。しかし、そのフーディアムも 日清食品がすでに資料関名などとして商標登録していたため日清食品ホールディングスに対し使用料を払うことになっている。2015年3月1日に大英がグルメシティ関東及びグルメシティ近畿を九州合併したことに伴いグルメシティ関東が運営していた東五反田と3軒、茶屋グルメシティ近畿が運営していた東震災橋の3店舗の運営を大英が、 継承し、グルメシティ同様に運営会社を大英に一本化した。グルメシティなどから業態転換した店舗は少数ではある。なお、当初はグルメシティの地域市会社が運営していたが、前日の通り、2015年3月からは大英が運営している。ありがとうございます。